安倍総理大臣はモンゴルのエルベグドルジ大統領と会談し、 EPA 経済連携協定を結ぶことで大筋合意しました。日中モンゴル EPA がですね、大統領のリーダーシップによって大筋合意に達したことは喜ばしい限りになります。今回大筋合意した EPA は、日本がモンゴルへ輸出する自動車にかかっている 5% の関税を新車は即時に、中古車は10年以内になくすなど、関税総額の 96% を撤廃します。一方、日本がモンゴルから輸入するすべての品目で関税を撤廃します。また安倍総理は拉致問題をめぐり、横田夫妻が孫のウンギョンさんとの面会をモンゴルで実現したことに感謝の意を伝えました。